古くにと同じところを回り続けてるわ。ロートのような渦の中を回りながらゆっくりと落ちてってるロートの底へ向かって、私右回りのバスタブのメールストレームの渦に張り付いてる。ああ、そこに張り付いてるのは誰だ。マリア先生ね。教えがおってのは遠い真珠。人聞きの悪い、ここは死の世界じゃない。でもとても近いところ、あの手術の後はここへ来たわ。やっぱり来たんだね、ここに。そう、あの時は確か二人だったけれど、ほらロード上の渦のあの底へ行くと死んでしまうの。あそこは世界の果て、そこは六角形の出口なんだって言ってたわ。誰が。化け物たちよ。これは昔日光のいろは坂を登っていくバスの中で酔ったことがある。その時ばかりはトラベル便ももう少し夜の慰めも役には立たず、青いビニール袋のお世話になった。そればかりか、大好きな女の子の服にゲロを履いてしまった。スフィンクスのとっつぁん。なんだ。誰もそんな話聞いてませんよ。最後まで聞け。俺はその時決めたんだ。魔界の入り口は乗り物よりもしやすい渦巻きにしてやろうと。何の用だかお前ら聞いとけ。何の用だ。たった今生まれた子供を返してもらいに。子供の物体で何を言うの。浅野くんに化けて化け物がさらってったのは知ってるわ。浅野くんが化け物になってさらってったのかもしれない。ああ、そうか。おっと、たぶらかされちゃいけない。子供が子供を払うなんてまさか浅野くんちで怒るはずがないだろう。先生、この辺の化け物と渡り合っても始まらない。化け物にも階級はあるのか。知り合いに化ける化け物はかなりきついなくの上等の化け物。上等化け物。魔界では上等なものほど下等なの。お前詳しいな。ここの土地だもんね。10年ほどこの辺りを渡り歩いた。その割に誰が化け物してないね。先生、メールストレームの渦をもっと下へと降りていくわよ。もっと過剰な化け物に会えるか。うわぁ、やられた。そう、足元に気をつけて。完全に巻き込まれた。二度とこの世に戻れない。世界の果ての捨て捨てまで行って謎を覗き込むって言うんじゃない。危険は承知よ。世界の果て、そこで本当に産声を上げてるのか。君たち双子が産んだ謎が。渦の回転が速くなってきた。魔界の底へと滑り込んでいる。あの家庭教師も一緒に入り込んで扉を壊しましょうか。あの男また余計なことを喋ってんじゃないか。しましょう。待て、先月修繕したばかりだ。もう少し待て。手遅れになりますよ。8万円かかったんだぞ。8万円でマリアは買えません。マリアで8万円だって買えない。何が飛び交っているんだ。100円玉よ。負けんのはあれはいつかポケットに入れておいたはずの昭和46年の100円玉。そんな100円玉どこにだってあるさ。あれは空からふっと消えて、後で本当に見たかと言っても信じてもらえなかった赤い星。今渦の中に飛んでいったのは人に見えたぞ。東京へ行ったっきり帰ってこない八戸のおじさん。なんだってそんなものばかり。確かにそばにいたはずなのにいなくなったものがこのロード上の渦に張り付いてる。例えば確かにそばにいたはずの謎。もう入ったきり16時間ですよ。お風呂に帰る。
はドクターが決めることだよ。ドクター？2分の1の学問だよ。しっかりよし、もう少しだろ。もう少しで手術は終わるよ。先生、これはまだ手術なの？そうだよ、1年と24時間かかると言っただろう。じゃあ、私が助かったと決まったわけじゃないのね。そう、君を切り離そうと。どこかで修羅が狙っているかもしれない。切り離された宇宙船はどこへ行く？宇宙船の旗が6つ目の果て。あの宇宙船に見えているものは？子供の棺。私か修羅か、どちらかがあの中へ入るのね。いや、もう入っているよ、とっくに一人は。どっちが入ってるの？自分のことなのにわからないのかい？自分が輪の空になっていく。なんでこんなに暑いの？タイのスカーの作り方ってご存知？バターに行な、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 バターに行なって重ねるの。失敗作をみんな私に食べさせるのよ。焼いても焼いても薄皮ができずに、こちこちのビスケットになっちゃうのよね。おばさんたちがバイで私を焼く。先生、これは麻酔にでもかかっためまいなの？しっかりよし、もう少しだ。それとも棺に入って私が焼かれようとでもしているの？先生、助けて。もう少しで手術が終わる。その少し前に飛び込むんだ、6つ目の果て。死んでしまうわ。世界のギリギリの果てで君たちの謎を覗き込むんだ。出なけりゃ。出なけりゃ二度と君たちの胸を。ゴム針の風が撫でることはないのね。だから死んだふりして、死んだふりして、今だ、その手だ。君らを切り離す、その手を逆手に取り返せ。岬外れの灯台に行ってみれば数学じゃねえんだ。シャムの双子にこの世を教えるという仕事、ちょうど双子が塔になるかならないかの頃、心臓の病にかかった。それは僕の話だ。死ぬものいろ。その頃俺は死の子の隙間、4次元から5次元へ吹く風の赤道の上で双子を風呂に入れることを考えついた。白い風が吹く赤道の黒まで線を抜けば、一人が北半球の渦に巻き込まれる、もう一人が南半球の渦に巻き込まれる。その螺旋の謎で二人とも救われやしないか。もう少しだ。半分とで常に半分をしか作らない2分の1の螺旋階段を上がるうちに、もう一つの螺旋階段を降りてくる。男の懐中電灯の明かりと俺はすれ違った。ガシャギー。まさか。分かったかい俺。じゃあ僕があんたの若い頃。そう、低血圧のまんま、多分お前が扉を開けて帰っていくと、お前はやがて神様の学問を捨てて2分の1の学問を志す高血圧のおじいちゃんによろしく。それで、僕は、いや、あなたはその時双子を二人とも救うことができたのか。それが
6つ目の世界の果て。はい、2分の1と2分の1で4分の2。その手に持ち続けた謎やいかに。その謎は解かずにお帰り。私黒髪のように解けそうな気がする。気がしてもおよし。その子供に化けた謎の手足をほどいてあげて。私連れて帰るんだから。どうやって。私と謎と二人でこの世界の果てから出ていくんだから。先生も一緒に考えて。そうやって謎と手をつないだ君を見て、俺はあの時気がついた。一つの頭で二つの頭、え、二つの足と二つの足で四つの足。四分の二は二つの頭と四本の足のことね。そうだ。四分の二こそ私たちのリズム。答えてしまった。全能ラドが始まった。このリズムに乗って世界の果てから出ていこう。いやー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 。答えちゃいけないなんてそんな謎があるもんか。そんな割り切れない話があるもんか。ところがこれは割り切れる話だったんだ。四分の二は必ず二分の一に割り切らなくてはいけない。おかしいだろう。二分の一、一つの頭と二本の足にしなくてはいけない。どうして割り切らなくちゃいけないの。スフィンクスの謎の答えはいつも人間。世界の果てから単語のリズムで出すわけにはいかない。出ていくならば2分の1。人間のリズムで出ておゆき。どちらか一人。ハートのエースを引いた子供。スフィンクスの謎の答えはいつも人間。出ていけないよ。弁天の国から出ていけないよ。単語のリズムじゃ出ていけないよ。一つの頭と二本の足、そうでないものを見たとき、どう思うの。誰もがまた果てと思う。なぜ、なぜこんなものが生まれたのだろう。世界の果てにどこから来てどこへ行くのか。それが人間の学問だと徳田書いた。そんなに迷信深くならなくてもいい。これは科学なんだよと徳田書いた。どうしても割り切らないではいられない話と知ったとき、私たち初めて私のことを思った。本当にこれで私たちは私とお別れに、そう思ったとき、修羅はマリアに心をあげた。修羅に心をあげた。先生、棺を開けて。え、マリアと修羅、どちらがその中に入っているのか。雪が降ってきた。クリスマスですもの。お辞儀悪い。よかったわ、クリスマス。手術室から出てくる子は人間になれるけど、出てこれなかった子も今宵なら天使にしてくれそうだもの。棺を開けるよ、マリア・シラ。どっちの顔が入っていたの。
何も入っていない。じゃあ私の半身はどこへ行ったの？その時六角形の世界の果ての六つ目の角に一つの化け物が生まれた。謎が化けていたスフィンクスの果て、欲望が化けていたユニコーンの果て、誘惑が化けていたマーメイドの果て、秘密が化けていたハーピーの果て、後悔が化けていたガブリエルの果て。行く双子が化けていたものは孤独の果て。先生、これが孤独っていうのね。どんな感じがする？うまく言えない。お前はどんな感じがする？うまく言えない。孤独はどっちが持っていく？私が。あたしが。孤独は人になる子にあげよう。代わりにお前には音を作ってやろう。音を？この世の誰も聞いたことのない音、この海原越しに呼びかけて船に警告してやる声がいる。その声を作ってやろう。これまでにあったどんな時間、どんな霧にも似合ったそんな声を作ってやろう。例えばよっけてある君のそばの空っぽのベッド、音の音、人の誰もいない家、また葉の散ってしまった晩秋の霧に似合ったそんな音を作ってやろう。ああ、音を作ってやろう。そんな音を作ってやろう。音を作ってやろう。そんな音を作ってやろう。音を作ってやろう。そんな音を作ってやろう。そんな音を作ってやろう。そんな音を。はい、じゃあ次浅野ちゃんよ。泣きながら南方へ去る鳥の声、11月の風や寂しい浜辺に寄せる波に似た音、そんな音を作ってやろう。はい、じゃあ次さっちゃん。それはあまりにも孤独な音だが、誰もそれを聞き漏らすはずはない。それを耳にした者は誰もが密かに忍び泣きをし。はい、じゃあカオルちゃん。誰もが密かに忍び泣きをし。ちょっと臭いかな。遠くの町で聞けば一層我が家が温かく懐かしく思われる。そんな音を作ってやる。はい、じゃあ次佐藤ちゃん。俺は我と我が身を一つの音、一つの機械としてやろう。はい、じゃああやちゃんとタミちゃんと二人で呼ぶ。そうすればそれを人は無敵と呼び、それを聞く人は皆永遠というものの悲しみと生きることの儚さを知るだろう。カシャ。新しい家庭教師だ。今そこの螺旋階段で小さな棺とすれ違った。誰か死んだの？先生、それは私の妹なの。妹？いつも私の横に座っていたの。
仲が良かったんだね。私たち誰も信じない。誰もがそう言うの。切り離されてからは。先生、あの音。どっかで聞いたことが。何かしら。なんだろう。呼ぶんだ。君は遠くから来たんだ。遠く深いところから、千マイルも向こう、20マイルも深い海底から、100万年もの時を経て、そんなに長い間待っていた。あれは最後の一軍。ここに5年前に人が来て、この灯台を建てた。そして無敵を備え付け、それを鳴らすんだ。君は眠っている深い海の底で、遠い世界の夢などを見ている。昔君の一軍が幾千幾万もいた頃の夢。今ここに君のいる場所はない。君は隠れていなければならない。無敵を鳴らすんだ。響いては消え、響いては消える。君は目覚め、ゆっくりと動き出す。水圧に体を鳴らしながら、少しずつ少しずつ上昇する。急に上がったら体が破裂してしまうから、3ヶ月ほどもかかるだろう。冷たい水を1000マイルも超えてくる。幾日もかかって、そしてやっとやってくる。